皆さんどうもこんにちは。最短で学べるビジネスチャンネル時短大学です。今日取り上げる本は Think Civility 礼儀正しさこそ最強の生存戦略であるです。10万部突破、全米で話題の本がついに日本初上陸です。 MBA で職場の無礼さを研究する著者の20年間の集大成がこの一冊に凝縮されています。この本のテーマは礼儀正しさがもたらす効用、無礼な態度はコストであるというものです。礼節のある人の方がリーダーにふさわしい理由、礼節ある人が守っている3つの基本動作などが学べます。仕事をしていると無礼だと感じるような態度を取る人に出会うこともありますよね。礼節が悪化している原因は職場環境とそこでの人間関係の変化のようです。著者のクリスティン・ポラスはある調査で自分は無礼な行動を取ることがあると答えた人に対してその理由を直接尋ねています。半数以上の人は自分への負担があまりにも重すぎるからと答えました。そして 40% 以上が人に対して礼儀正しくする暇はないと答えたそうです。しかし無礼な態度は伝染する上に人の記憶に残りやすいため悪循環が生まれてしまいます。無礼な態度はコストである。認識しておくべき点は無礼な人にはコストがかかるということです。そもそも無礼な態度は人の健康に影響を及ぼすことが近年の研究で明らかになってきました。無礼な態度は人の免疫システムを害し、循環器系の病気やがん、糖尿病、潰瘍などにつながる恐れがあります。ストレスは人の寿命にまで影響を与えるという調査結果もあるほどです。その上、理不尽な扱いを受けた人は集中力や注意力、思考力が著しく低下するため、それがミスを起こす原因にすらなります。アメリカ心理学会の試算によると、職場のストレスによってアメリカ経済にかかるコストは1年に5000億ドルにも上ると言われています。ストレスを感じながら働いている労働者はそうでない労働者に比べて医療費が 46% も高いそうです。そしてストレスの大きな原因は人間関係にあります。つまり無礼な人がいれば医療費は高くなり病欠が増えると言えるでしょう。さらにはそのせいで離職者が増えると採用コストもかかってしまうわけです。礼節がある人こそリーダーにふさわしい。人を動かすリーダーというポジションにいる人は恐れられていた方が良い、多少無礼であった方が成功しやすい、そう考える人は多いですが、それは誤りです。著者たちの調査によると、礼節のある人、つまり他人の尊厳を認め誰に対しても敬意を持って接する人の方が周囲からリーダーにふさわしいという評価を受けやすいそうです。礼儀正しく接する人には多くの人が声をかけたいと思うようになります。そのため情報やチャンスが巡ってきやすい、また上の立場の人が礼節を重んじていると従業員は安心感を得ることができますよね。人は尊重されると自分に価値があると感じ力を発揮できるのです。礼儀ある人が守っている3つの基本動作では、より礼儀正しくなるためには具体的にどうしたらよいのでしょうか。1つ目は笑顔です。子供は平均して1日400回笑うそうです。ですが大人になると1日20回以上笑う人は全体の 30% ほどだと言われています。科学的にも笑顔は周囲の人たちの能力を高める力があることが分かっています。2つ目の基本動作は相手の存在を認め尊重することです。そして3つ目の基本動作は相手の話を聞くことです。話を聞いているつもりでもつい相手の話を遮る人や不要な助言をしてしまう人は多いです。すべての注意を相手に向けることを心がけたいですね。あなたはどういう人間になりたいか。多くの視聴者は自分が無礼な態度をとっていることがあると知ればそのショックは大きいでしょう。しかしひとたび自分を変えることができれば周囲の態度も激変します。自分を変えるのに遅すぎることはありません。自分は果たしてどんな態度で人に接する人間になりたいか、前向きな気持ちで客観的なフィードバックを受けてみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは今回のような本のまとめ動画を上げています。もしためになった、
面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。